ストライクショット。こんにちは、Xロックの中の人竹ちょりとこないです。よろしくお願いします。お願いします。早速お品書き見ていきましょう、はい、こちらです。いろいろあるね。はい、8個となりますよろしくお願いします。お願いします、はい、それでは参りましょう。1、2月10日モンスターの日ということで、じゃん。はい、ということで2月10日モンスターの日がやってまいります、うん、今回の引き換えには選べるベル、特玉、コンティニューミン、あと今期ですねがあるので、皆さんお忘れなく。開催は2月10日の0時から23時59分までとなっております。続いて2、新たな爆絶が降臨するぞということで、こちら、高貴なる旋律に良いしものノービレが新爆絶として降臨いたします。こちらね、もう名前の意味は高貴で、うんうん、その名の通り常に高貴で気品あふれる男性なんですけども、うんうんうん、ちょっとナルシストなところがあるらしくちょっぴり残念なイケメンキャラクターとなっておりますちょっとポージングからね、ちょっとナルシスト感ありますよね、うん、ありますねそんなノービレの降臨日、こちらになります。初降臨日は2月11日金曜日、こちら祝日ですね、の19時から21時となっております。そして今回こちらもございます。期間限定ボーナストレジャーナイン開催となっておりますのでね、いつものように皆さんこちら弱点ヒットだったり、うんうん、全部ねヒットさせてノービルのグッジョブなどをゲットしてみてください、はい、挑戦可能期間は2月11日金曜日の19時から4月4日月曜日の3時59分までとなっております、うん、そしてこちら、爆絶フェムとのトレジャーナインの期間も終了となります。2月4日金曜日の降臨をもって終了となりますので、まだトレジャーナイン終わってない方、ぜひこちらも挑戦してみてください。はい、続いて3、バージョン 22.3 アップデート情報ということで、こちら、じゃん。はい、ということでバージョン 22.3 アップデートがやってまいります。さあ、どんな内容なんですか。はい、一部紹介していきたいと思いますよ、はい、まずはこちら、ルームベータに3つの機能が追加されます、うんうんうん、まず1つ目、プレイ時間帯を設定&検索できるようになります。なるほど、はい、うん、マルチプレイをする時間帯の目安として1つだけ設定することができます。なので何時から何時にしますよってね、設定する方もできますし、検索して見る方も何時から何時にするんだっていうのが分かるようになると。いいですね、うん、よりマルチしやすくなりますよね。時間帯が同じところをね探したりもできるようになると思うので、はい、いいですねとなっております、うん、そして2つ目はこちら、参加に承認が必要なルームが作れるようになります。おうおうおう、こちらですね、ルーム作成編集時にですね、はい、承認設定をオンにすると承認が必要なルームにできます、うんうんうん、でですね、承認が必要なルームにはこのように鍵アイコンが検索結果で表示されます、はいはいはい、で参加申請が承認されるとルームに参加できるということですね、うん、でさらに作成できるルームも2つまでになりました。なるほど、2つできるようになったんですね、はい、うん、そして3つ目、ルーム作成者以外も URL がシェアできるようになります。ほうほうほう、タグが設定されているルームであれば、うんうん、ルームに参加しているメンバー全員が URL をコピーしてシェアできるようになります。なるほど、なのでね、参加しているルームにお友達も呼びたいよとかであれば、うんうん、こちらの機能を使っていただければと思います、うん、そして続いてはこちら、ストライカーカードに勲章追加&キャラクターの選択が可能に、うん、はい、ということでね、ストライカーカードに今まで載せられなかったんですけれども、うんうん、今回勲章が5つまで設定できるようになります。だいぶつけれますね。結構ね、いっぱい多分皆さん勲章持ってると思うので、うん、はいはいはい、それをいろいろ並べていただければなと、うん、そしてキャラクターがですね、これまでフレンド使用キャラクターが表示されてたと思うんですけど、はい、今回から表示されるキャラクターは所持キャラクターの中から自由に選択できるようになります。自分の推しキャラにできちゃうわけですね。できます、うん、気分によって変更もできます。いいですね、はい、うん、続いてはこちら、モンスターをまとめてロック、そして外すことが可能となります。ほう、これ結構ね、一体一体ずつ今までこうロックかけてたと思うんですけど、ですね、うんうん、今回まとめてロックできたりとか、まあ、あとロックをまとめて外すこともできるようになると。だいぶ便利ですね、うんうん、なのでもう大事なキャラをまとめてロックしちゃってください、うんうんうん、そして続いてこちら、爆絶モンスターが更新曲でも神化できるようになります。おお、だいぶありがたい。これはかなりありがたいんじゃないですね。もう今までショコにいないキャラいつ来るのってなってますよ ね、 ね、めっちゃチェックしてでずっと待ってましたよね。待ってました、はい、先ほどご紹介したノビレも早速更新曲で神化可能となっております。いいですね、はい、皆さんぜひ神化してみてください。
4オリエンタルトラベラーズに新限定キャラクターが登場ということで、こちらガチャオリエンタルトラベラーズ新限定キャラが反対地盤から登場ということで、うん、こちら龍鳳進化前のお姿となっております。可愛、うんうん、いあくびしていらっしゃる龍鳳なんですけども、こちらのガチャ開催期間2月5日土曜日の12時から2月7日月曜日の11時59分までとなっております。はい、まずは龍鳳の進化と神化のお姿から見ていきたいと思います。こちらです。おー、進化がちょっとねかっこいい感じで、うんうんうん、上川すごい笑顔ですね。ね、可愛らしい。どちらも龍がいますね。いますね後ろに。そして気になる獣神化の姿見ていきたいと思います。こちらです。おー、こちら龍鳳獣神化のお姿となっておりまして、突如復活した龍鳳の宿敵である項羽に立ち向かってる場面となっております。それでは気になるステータス見ていきましょう。こちらです。はい、貫通&ゲージのバランス型、アビリティが超アンチ重力バリア、超アンチダメージウォール、アンチ魔法陣、重力バリアキラー、ゲージでドレイン、バリア付与、ストライクショットが壁をすり抜け反対側から出現する&仲間たちを率いて敵へ打ち込む、1段階目16ターン、2段階目24ターン、友情コンボが超強破裂斬撃弾と全敵超毒メテオとなっております、うん、まずこちらね、超アンチ重力バリア、超アンチダメージウォール、アンチ魔法陣のね、うん、トリプルアンチアビリティで結構汎用性の高いアンチアビリティ持ちつつも重力バリアキラーも持っているので、うん、重力をまとっている敵に対してかなりね強力となっております、うんうん、そしてドレインで HP 回復できたりバリア付与で味方のサポートもねできるアビリティを持ってます、うんうん、そして友情コンボ、こちら新友情コンボとなってまして、うん、超強破裂斬撃弾、従来のものより、ね、あの範囲と威力が上がっていて結構殲滅力すごかったです。おー、使ってて楽しかったですね。そして SS なんですけども、自身が貫通タイプなので味方にも当たりいきやすいですし、うん、敵が多くてもねだいぶ画面一体全部ですね攻撃できるので結構使い勝手のいいストライクショットとなっております、うんうん、龍鳳ですね紹介していきましたが、うん、まだございますということでこちらをご覧ください。男も女も平民も貴族も月の下では皆が平等、罪に貴賤の別はない。あなたの罪は禁錮3年、牢獄の中で反省なさい。無所で3年なんてやってられっかよ。民を救い祭りごとを正す我が名のもとに改心なさい。すべてのトガ人に正しき罰を、あなたの罪を清めてあげる。はい、ということで法政天がオリエンタルトラベラーズ新限定キャラクターとして登場いたします。めっちゃ PV かっこいいね。かっこよかったです ね。ということでこちら絶対公平の裁判官法政天となっております。こちらがですねクールで真面目な性格で差別を嫌う裁判官のキャラとなっております。先ほどね PV でもありましたが、うんうん、重心化後はリンパイという判決の際に罪人に投げつける尺を自在に操り、留置所からね逃げ出した罪人を追い詰めて、うん、公正の裁きを与えているね場面となっております。うん、かっこいいですね。かっこいいね。はい、気になるステータスも見ていきたいと思います。こちらです。反射&ゲージの砲撃型、アビリティがアンチ重力バリア、マインスイーパー EL、 アンチ魔法陣、友情ブースト、ゲージで渾身、ストライクショットが触れた最初の敵を打撃し反撃モードになる、1段階目8ターン、2段階目が16ターン、友情コンボが全敵ロックオンレーザー EL とツインワンウェイレーザー EL となっております、うんうん、まずですね重力地雷魔法陣に対応できまして、貴重なねアンチアビリティセットとなっております、うん、そして気になる新アビリティ、ゲージで持っております渾身なんですけども、うん、こちらは自身のスピードが遅くなってしまうのですが、その代わりに攻撃力が3倍と、うん、3倍ですよすごいすごいですよね、になるので、うん、あの複数回で、ね、殴って倒さないといけない敵を、うん、まあ、1回殴っただけで倒せたり、しかも自身でマインスイーパー EL 持ってるので地雷持って攻撃するとかなり強力となっております。これゲージだから選べますね自分で。そうですね、うんうん、
そして友情コンボがですね、砲撃型ですし、うん、友情ブーストが乗ってくる前敵ロックオンレーザー EL とツインワンウェイレーザー EL なので、うん、とりあえず殲滅力がねすごい友情コンボセンターレーザーがとりあえずいっぱい出ておりましたそして SS もですね、あの自身超砲撃型にできたら威力も半減しないですし、うん、打撃自体の威力もすごい高くなっていたので、その地雷持って渾身使ってっていうこの一撃もね、ぜひね使ってみたのでチェックしていただけたらと思います。めっちゃ気になるな。なかなかすごかったですね、はい、という法制展なんですけども、こちらガチャオリエンタルトラベラーズ開催ということで、こちら法制展と竜鳳の出現確率超アップとなっておりますので、このガチャ開催期間2月5日土曜日の12時から2月7日月曜日11時59分ですね。こちらをね機にぜひ引いてみてください。はい、そしてこちら法制展のボイス Z をゲットしようということで、ツイッター投稿ミッション達成で SS ボイスが切り替え可能になるボイス Z をゲットすることができます、うんうん、こちらね、あのミッション調整期間2月5日土曜日の12時から2月7日月曜日の3時59分までとなっておりますので、こちらのミッションも合わせてお願いいたします、うん、続いて5期間限定クエストが登場ということで、まずはこちらをご覧ください。力比べしようなんていい根性してるじゃん。ちょっと眠いけど任せてください。あなたの力を見極めましょう。神の正義の名のもとに。そのノリなんだか気が合いそうだけど手加減しないよ。私は天地のすべてを記録するもの。あなたの力も測れない。大切な思いが紡がれたこの世界を共に守っていただけますか。はい、ということで期間限定クエスト転換への挑戦が登場いたします。おー、すごそうですけども、はい、今回ですね、うん、天使シリーズ第2世代たちがボスとして登場する超究極クエストが登場いたします。はいはいはい。開催期間はですね、2月5日土曜日12時から2月12日土曜日11時59分までとなっております、うん、ということでどんな感じか見ていきましょう、はい、まずはこちら、クエスト挑戦方法をチェックということで、イベントクエストに表示される展開への挑戦から各ステージへ挑戦してみてください、うんうん、どのステージからでも挑戦が可能となっております。なるほど、どの順番にやってもいいんですね。はい、うん、好きなキャラからやってもよしと。なるほど、勝てるかな超究極ですからね、そもそもねなっております、はい、そしてこちら、ステージクリアで報酬をゲットということで、それぞれのクエストでこのような報酬がもらえます。豪華ですね。全ステージクリアでオーブ5個がゲットとなります。なるほど、全部勝たなきゃいけないですね。頑張りましょう。頑張りましょう。さらにこちら、転換への挑戦の全ステージクリアで転換への証明に挑戦可能となります、うん、こちらね、ビナーが登場する超究極クエストということで、こちらもクリアでオーブ5個ゲットとなります。なるほど。こちらの開催期間も2月5日土曜日12時から2月12日土曜日11時59分までとなっております。そしてさらにこちら、展開への証明のミッションクリアで報酬をゲットということで、ミナーのグッジョブや勲章などがゲットできるミッションが登場いたします。おー、なるほど。こちらね、展開への証明をクリアせよでビナーのグッジョブが、展開への証明を非属性キャラ3体以下でクリアせよでビナーの紋章の勲章、うん、さらに千景の書がもらえると。なるほど、楽しそう。この下の方は結構難しそうですよね、うんうん、でもゲットしたいですね。ね、頑張りましょう。頑張りましょう、うん、こちらのミッション挑戦期間も2月5日土曜日12時から2月12日土曜日11時59分までとなっております。続いて6、重心化情報を持ってまいりましたということで、まずはこちらをご覧ください。私たち2人のイゾルデが必ず救ってみせますわ。ブリタニアに光を。
ということで SS ボイスでお気づきかと思いますが、はい、イゾルデが重心化となります。はい、ということでこちら円卓のみんなやトリスタンを助けるため2人で手を取り合って魔法を発動させているという場面となっております。協力してる感がありますね。ありますね、うん、かわいらしい。はい、そんなイゾルデのステータス見ていきましょう。こちらです。反射&ゲージの砲撃型、アビリティが超ワインスイーパー M 無属性耐性、状態上回復、ゲージでアンチブロック、 SA スタン短縮、ストライクショットがヒットした敵の弱点を全て出現させる。1段階目16ターン、2段階目が24ターン。友情コンボがチャージショットと超絶貫通ロックオン小機器波6となっております、うん、まずね、進化をベースにマインスイーパー M が超マインスイーパー M になったり、うんうん、状態異常回復や無属性耐性などで守備面もねかなり強化されています、うんうん、そして砲撃型で友情コンボは貴重なねチャージショットとなっていますし、うん、超強から超絶になった貫通ロックオン衝撃波6となっております、うんうん、そしてね SS ももともと進化ですと24ターンぐらいだったのかな、うんうん、なんですけど1段階目16ターンと早めに打てるようにもなりましたし、味方のサポートできたり結構ね使い勝手のいいストライクショットを持っております、うん、はい、そんなイゾルデの解禁日がこちら2月8日火曜日の12時よりとなっておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。続いて7来るぞ重心化会ということでこちらをご覧ください。大丈夫だよみんな、勇気と希望はここにあるから。はい、ということでタンポポが重心化会いたします。かわいらしい。かわいいよね、うん、今回ですね、戦いで傷ついた人々を元気づけるためにライオンの精霊とともに春風エネルギーでできた勇気の綿毛を配っている場面と。なるほど、はい、配ってくださってるんですね。みんな受け取りましょう。はい、ということでステータスいきましょう。こちら、反射超バランス型、アビリティが飛行超アンチウィンドウ、アンチ減速壁リジェネ、コネクトスキルが超アンチ重力バリア魔封じ M、 発動条件が自身と種族が異なるキャラが2体以上または合計ラック100以上、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&触れた敵に十字に攻撃する爆弾を設置する。1段階目が16ターン、2段階目が24ターン。友情コンボがトライアングルボムと超強バウンドボムとなっております。なるほどですね。まあ、まずですね、重心化まで貫通だったタンポポがですね、反射になりましたですね、はい、進化神化の反射が戻ってきましたね。戻ってきました、うん、そしてアンチ減速壁が追加されたり、あと超アンチウィンドウに超アンチ重力バリアもついて、うんうんうん、もう超超と超超ですね、はい、うん、でさらにコネクトスキル発動すると4つのギミックに対応できるとすごいうような形になっています、うん、友情コンボもですねだいぶ変わりまして、トライアングルボムと超強バウンドボムということで、誘発もできたり強力な友情コンボセットとなっております、うんうん、そして SS はスピカが持っているものと同じような形で、うん、なるほど、はい、魔封じ M の効果も乗ってくるので、まあ、結構たくさんの敵にね当たると画面全体に攻撃してくれるような SS となっております、うん、はい、そんなタンポポですがこちらもあります。こちらバレンタインバージョンのタンポポとなっております。かわいらしい。この感じでね、クッキーをたくさんみんなに配っているようなイラストになっております、うん、さあそんなタンポポの解禁日はこちら2月8日火曜日12時よりとなっております。皆さんお待ちいただければと思います。続いて8島村×モンストコラボ第3弾追加情報ということで、こちら2月5日土曜日あさってからコラボが始まります、うん、ということで今回追加情報を持ってまいりました。ルシファーのオリジナルグッズが当たるキャンペーンが開催となります、うん、こちらね、あの書いてあるんですけども、A 賞豪華仕様カレンダーだったり、うんうん、目覚まし時計スマホリングが
当たるキャンペーンとなっております。おー、豪華使用カレンダーすごそうですね。ですね。ポスターとしても後々飾れそうですね。ですね。カレンダーとして使い終わってもポスターとしてできたりね、しますね、うんうんうん、こちら全国の島村店舗で2月5日土曜日から2月28日月曜日のキャンペーン期間中に対象商品を含む島村店内商品を3000円以上お買い上げのレシートで応募することができるということで、うんうん、抽選でね合計180名様に当たりますので、うん、お近くの島村に行ってぜひね商品購入して応募してみてください。はい、レシート捨てないようにお願いいたします。さらにキャンペーン期間中ルシファーが全国の島村の店内放送を担当してくれるということで、今日は実際の店内放送の一部分だけねちょっとだけお聞かせいたします。ルシファーできんのかな、ちょっと聞いてみましょう。はい、島村によく来たな。私はルシファーだ。これね、続きめちゃくちゃ気になりますけども、この後が喋れるかどうかってとこですからね。ですからね。こちらしかも5パターン全部であるみたいですので、うんうん、ぜひね店内放送の続きはお近くの島村の店舗に行ってチェックしてみてください、はい、これをチェックしないとですね、うん、また島村コラボの詳細は概要欄の特設サイトよりご確認ください。はい、ということで以上が今日のモンスターニュースとなります。ありがとうございました。今回明後日から発売されるの来てたよ。ぜひチェックしてね。チェックしてみてください。それでは次回のモンスターニュースの日時はこちら、2月10日木曜日16時からとなっております。それでは最後に来週のラッキーモンスターの映像を見ながらお別れとなります。それではバイバイ。バイバイ。